イントのみんな見えてますか？お待たせしました。始まります。集合。イエーイ。大丈夫みんな。遅くないですか、スイッチが。大丈夫ですか今の。なんかそのいける。大丈夫。 あまりにもキレがなさすぎて入ってか分からなかったんで。そんなひどい。はい、さあ始まりました。東海議 TV 目指せ賞金1000万ダンジョンストライカー、ね、イエイ。さあさあ皆さんお待たせいたしました。東海議 TV 金曜日の2時間目、本日はいつものファミ通 TKG 生ではなく、こちら目指せ賞金1000万ダンジョンストライカーをお届けします。本日 MC を務めますダンジョンストライカーではキャラクターボイスを務めています、声優の一ノ瀬みどりです。よろしくお願いします。よっ。イエイ。そして、声優のランズベリーアーサーと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。すいません、お名前がちょっと長く感じたんですけれども、はい、長いです。どこを読んだらいいんでしょうか。10文字のうち後半4文字を読んでいただければ。なるほど。アーサーの部分を。あ、ってことはじゃあ皆さんコメントでアーサーでお願いします。ランズベリーって、ラズベリーって人は罰ゲームですよ、後で。ランズベリーじゃなくてランズベリーです。アーサーでお願いします。ではシーサーも違う、シーサーじゃないよ。アーサー、シーサーじゃないよ。惜しい。ラズベリーじゃない。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アーサーですよ。さあそしてさらに本日のゲスト、 DMM の岩下エグゼクティブプロデューサーです。はい、岩下です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあこちら東海議 TV は来年1月末に東海議イベントまで毎日、平日は3番組、土日は特番という構成でお送りする日本最大級のゲーム番組放送局でございます、うん、よっ。ちょっと待って、いいですか、いいですか、あれいいでしょうか、唐突すぎてちょっと我々2人がその岩下さんと私が入るタイミングよか今かみたいななってしまうんで、あれなんとなく流れを持っていただけると上がってきたみたいな。ちょっと私についてきてじゃない方がいいってことですね。いや、ついていくのでぜひその、で流れを持ち上げて、流れを、はい、もうちょっと考える感じで、はい、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。そして本日はなんと東海議 GP に参戦が決まった唯一の PC ゲームで、注目のタイトルダンジョンストライカーの気になる予選大会情報をどこよりも詳しくお届けしていきたいなと思います。ということで岩下 P、 ここからはよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあそれでは早速進めていきたいと思います。まずは始めよう、ダンジョンストライカー、イエイイエイ。はい、ということでまずはゲームの基本的な、紹介からいただきたいなと思います、はい、ではまずゲームのプロモーション VV から、はい、ご覧ください。どうぞ。よいしょー。あれもう V 終わりですか。V 終わりました。 V 早いな、紹介 V。 いや、もうちょっと情報見たかったんですけど、もうちょっと見られないですかね。ちょっと瞬間的にね、ちょっとそうですね、私ちょっとまだ情報今入りきらなかったんで、もう少し情報欲しいなと思うんですけど。じゃあもう一回行ってみますか、うん、そうですね、はい、もう一回行ってみましょう。もう少しちょっと、はい、一郎さんパワーを送りましょう。かしこまりました。では私からではなくコメントの皆さんにですねパワーをいただきたいなと思います、はい、皆さんダンジョンストライカーもうプレイされてるよっていう方はどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。コメントでぜひ のとかでヒュッと。どうだろう。あ、いるいらっしゃいますね。ちょっと、あ、います、ね、への方は多分今日がじゃあちょっと下調べというかどんなものかなって感じなんですかね。あ、たくさんいらっしゃいますね。たくさんいる、ありがとうございます。積極的なコメント。 まだだってこちらのサービス開始から結構短い期間ですもんね、うん、そうですね、まだ2ヶ月ちょいと、もう少し3ヶ月っていうところですからね。そうですね、まだだいぶ早いゲームで、たくさん皆さんプレイされてて嬉しいですね。そうですね、難しそうなんでと来てるんですけど、そここれから岩瀬さんが紹介してくださるんで、ちょっとお待ちください、ね、そうですよ、大丈夫、はい、安心してください、はい、難しくないよって、ね、プレイされてる方のコメントもいただいてますね。なかなかレベルが上がらない。そのあたりもね、岩瀬さんが後ほど、はいね、語ってくれると思うんでアドバイスいただければと、ね、いただきたいなと思うんですけれども、はい、そう、操作は簡単。そうです、私もねちょっとプレイさせていただいたことあるんですけれども、うん、操作は比較的簡単なんです、うん、ただその操作方法をどう自分でね
こうなんていうんですか、ここを押した後にここを押すとか、そこのところをねちょっと戦略的にどうやっていくかっていうところがあると思うんですけれども、1000万円欲しいんだけど今からやっても手に入る？入りますか？もちろんでございます。夢があります。大丈夫です。今日こちらの番組見てからぜひもうすぐにダウンロードしていただいて、むしろ今の時点でちょっとダウンロードしていただきつつ一緒にねあの始めればいいかなと思うんですけど、ダウンロードではなく、ブラウザでダウンロード、あダウンロードで、はい、ではやっていただきたいなと思います。なるほど。1000万あったら何に使いますか？1000万あったら何しようかな。1000万で、1000万円あったらいいベッドを買います。いいベッド、1000万のベッド。1000万のベッド。確かにフランスとかそういうオフランスみたいな場所に行けば、確かに高いベッドあるかもしれませんけど、1000万か。睡眠大事じゃないですか。ベッドだけですか？ベッドと何だろう、でもいい枕とかね。とりあえず睡眠欲ですから、はい、たくさん寝てください。はい。お布団最高。はい、そろそろ PV の方いいですか？整ってますね。パワーがいただいたみたいな。はい、はい、ありがとうございます。ではあの皆さんのコメントパワーで PV の方、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、ではどうぞ。DMM ゲームズ、このひどい戦争がついに始まってしまったか。闇の軍勢がソウルクリスタルを狙って侵略を始めている。君にはそれを阻止してもらいたい。そこでまず戦う術を教えよう。基本操作はシンプルで多彩な攻撃が可能だ。初心者でも手軽に爽快感を楽しめるだろう。各職業に60種類を超えるスキルが存在する。一度覚えたスキルはジョブチェンジしても使用でき、育成パターンは無限大。スキルを駆使して電撃を叩き込む。戦うには強い武器が必要。ルーンを刻印することで能力を上げたり、ジェムストーンをセットすることで武器に能力が追加されるぞ。戦士の時には休息することも大事だ。武器の手入れやアイテムを制作したり、たまには釣りも良い。チャレンジダンジョンで腕試しするのも面白いだろう。敵の力は強大で、一人で立ち向かうには難しいだろう。だが君の助けになってくれる者たちが大勢いる。この世界君の手で必ず守ってくれ。頼んだぞ。ダンジョンストライカー。めっちゃいい声って入ってましたけれども、ね、小山さんの、池谷さんの声が、ね、とっても素敵な声が、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな、ね、情報ちゃんと入ってきましたね。 PV あちゃんと見れましたね。はい、よかったです。まさかここまで、ね、ちゃんとしっかりしたものだということがやっと分かりましたけれども、はい、しました。今 PV 見た感じどうでしたか、浅さん。いや、やっぱすごいですね。ハクスラ系のゲーム、いわゆるそのダンジョンを何度も周回して潜るタイプのゲームで、PC でその1000万も賞金かけてやるっていうのもそうですし、結構ちゃんとなんて言ったらいいんですかね、いろんな職業とかもあって、出来立てにして、出来立てなのにすごいやり込める要素がまだある感じが、お、まあ、ここからプレイしていってどこまでこう広がっていくかってことですよね。世界観とかそういうジョブとかっていうのもすごく楽しみです。ではですね、さらに詳しくご説明をいただきたいなと思うんですけれども、岩下 P よろしいでしょうか？はい、そうですね、はい、はい、それではですね、これからゲームの紹介等につきまして、詳しく説明したいと思います。はい、お願いいたします。はい、ではですね、パワーポイントの方、スライドの方を用意しましたので、そちらの方お願いします。はい、今回のですね、ダンジョンストライカー、基本プレイ無料でですね、はい、ハック&スラッシュの RPG となっております。はい、では次のスライドお願いします。コメント欲しがりですよな。アプデ情報とかあるのってもう来てますよ、ね。はい、来てます。早いですね。早い、はい、まだ放送始まったばっかですよ。まだ9分しか経ってないから、はい、抑えて抑えて、はい、はい、ではですね、まあ、アップデート情報の前に、はい、まあ、ちょっと基本的なところからおさらいをさせていただければと思いますが、はいはい、ダンジョンストライカーですね、一つのキャラクターで複数のジョブを、プレイすることができます。はい、なので、はい、いつでも転職自由ということですね。あ、嬉しいですね、それは。はい、
でまずゲームの開始当初はですね、はい、あの4つの職業しか選べないんですけれど、はい、まあ、ゲーム進めるごとにどんどん いろいろなジョブが、選ぶことができるというような形になります、はい、でそちらのジョブがですね、次のスライドお願いします、はい、まずウォリアーですね、はい、こちらが、まあ、その名の通り近接戦闘を専門としたあの敵に切り込んでいくタイプの職業になります。花形ですね、はい、あ、かっこいいですね。一番選ばれる方多いんじゃないかなとは思うんですけれど、うん、まあ、あの、うんうん、ジョブの操作難易度も一番使いやすいジョブになってますので、はいはい、ぜひ遊んでみてください。そうですね、使ってる方もコメントではいらっしゃるみたいですね、はい、で次お願いします、うん、はい、次はメイジですね、うん、はい、まあ、一般的に言う魔法使いで、魔法を使って遠くの敵にダメージを与えるというキャラクターになるんですが、こちらがですね、まあ、若干あの遠距離攻撃系というところで、敵に囲まれるこのゲームだと比較的難しいジョブになります、まあ、ただその分あの攻撃が派手でですね、あのアクションゲーム得意だぜっていうような方はあのぜひこれから避けられる自信のある方はということですよね、はい、あ、なるほど。じゃ手さばきとかにもね自信がある方はこちらを選んでいただければと思います、はい、うん、で次お願いします。はい、次同じくですね、うん、遠距離攻撃系のレンジャー、あの先ほどの魔法使いメイジと同じ形なんですけれど、はい、こちらはもうちょっとですね、あのトラップを使ったりとかですね、あのたくさんの矢の雨を降らしたりとかですね、はい、見た目的に結構あの奇抜な攻撃したりするので、うんうん、割とあのこうパーティーの中でもちょっと目立ちたがりな感じのキャラクターですね、はいはいはい、なんか 難しそうですね、こちらは特に。そうですね、先ほどの明治 と同じくですね、はい、今度、うんうん、あの敵に攻撃を当てるのが若干難しくなってくるので、こちらもあの腕に覚えありっていう方が使っていただければと思います、はい、なるほど、最後は、はい、で最後こちらクレリック、まあ、いわゆる僧侶職という回復役ですね、はい、あの、まあ基本的にですね、まあ、盾とあのメイスという、まあ、鈍器を持って敵をボコボコ殴っていくタイプのキャラなんですが、まあ、あのパーティーに一人いるとあの回復 HP とかを回復してくれるあの心強いジョブになります、はいはい、武器が結構あのモーニングスターみたいなの持ったりしてますけど、もしかして結構火力が出たりとかもするんですか。そうですね、クレリック自体の火力も一撃あたりの攻撃力とか武器の攻撃力、うん、威力だと、うん、実はクレリックが一番あったり、あ、そうなんですね、一番高いっていうのはなんか意外ですね。そうですね、確かにサポートの方に特化しているのではなく、そちらもできるってことなんですね、はい、単体相手ならすごく強いってことでしょう。そうですね、はい、なのでソロでも全然いけるキャラクターになります、ね、へえ、はい、では次お願いします、はいはい、ですね、これらのジョブまたはあの、はい、これ以外の上位職とかを使ってですね、あの各ジョブのスキルを組み合わせて、はい、自分好みのキャラクターに成長させることができるというゲームになっております、はいはい、では次お願いします。どれか、あれ、あ、以上ですか。はい、以上に、あ、まあ、少しずつ、ね、進めていきましょう、うん、はい、まあ、ビルドをしたいという時には各レベ職業のレベルをどんどん上げていって、はい、アビリティを持ってきてセットしてみたいな、はい、そうですね、はい、いろいろやりたい方は全部まんべんなく育てていかなくちゃいけないですね、はい、あ、そうです、楽しいですね、育てる楽しみが。そうですね、ありますけれども、さあそんなですねダンジョンストライカーなんですけれども、こちらなんと東海技 GP の賞金制大会タイトルの中で唯一の PC ゲームになってるんですよね、はい、うん、ということなんですが、この後、はい、さらにルール等を説明していただけるということなんですが、よろしいでしょうか。はい、そうですね、はい、はい、今回東海技 GP、うん、ダンジョンストライカースピードスター決定戦予選大会が、12月1日から、参加受付開始になります。あ、もうすぐですね、はい、うん、エントリー方法がですね、ダンジョンストライカーの、スピードスター決定戦特設ページがオープンされますので、うん、そちらにアクセスいただいて、本大会の規約に同意し、ゲームをダウンロードしていただければと思っております、うん、はい、で、レギュレーション、大会のルールですね、ダンジョンストライカースピードスター決定戦専用サーバーがありますので、うん、まあ、こちらの普通の、今オープンしているサーバーとは別物になりますので、はい、そこのサーバーにアクセスいただいて、
その中のチャレンジダンジョン漆黒の塔をソロでクリア、クリアした、時間の早い上位8名が本大会決勝へ、ご招待という形になってます。ソロっていうのは珍しいですね、こういったタイムアタックのコンテンツ。そうですね、はい。大体パーティーみたいな感じで組まれている方が多いんですか？そうですね、大体基本あのチームとかで開催されることが多い気が、ただソロですと今度は完全に個人技の勝負になりますから ね、はい、何があっても自分言い訳できないですからね、はい、全部自分のせいで、はい、し1位になったらその人独り占めできるってことですもんね。1000万独り占め、好きな枕もベッドも買えますよ。買える買えたいですね、今回はこのダンジョンストライカーソロでまず進めるゲームだったり、はい、あのソロで遊んでらっしゃるお客さん多いのでですね、はい、まあ、まずはあのゲーム大会ソロで、やってみようというところでですね、はい、ソロ限定の、ルールにさせていただきました。とっつきやすいですね、最初にソロですと。そうですね、はい、うん、確かにメンバー集めなくてもいいですねっていうコメントがあったんですけれども、はい、うん、で、具体的な予選の開催日程なんですが、次のスライドお願いします。はい、12月6日から毎週日曜日、お昼12時から、翌月曜日の、12時まで、まあ、正確にはあの11時59分とかなんですけれど、はい、まあ、タイムアタックなんで11時半とかそのあたりにアクセスいただいて始められればなんとかかなってことですね。細かくなんか数字が並ぶととてもあの見づらく分かりづらい感じになるんですけども、週末と思っていただければですね、はい、毎週日曜日の12時から次の日の月曜日の12時までと思っていただければ間違いないですね、はい、そうですね、毎週末ということで、はい、であとはあのですね、集まるお客さんの、はい、集まるプレイヤーの方がどんだけ集まるかによってあのこの毎週日曜日の開催日程から追加になる可能性もございますので、増える可能性も、はい、じゃあ今コメントで60回チャンスがあるっていうコメントが流れてますけれどもさらに増える可能性もあるってことですね、はい、ありますのでぜひ、うん、皆さんぜひチャレンジしてみてください、はいはい、皆さん集まっていただければその分チャンスが増えるかも、うん、もしれません、うん、たくさん参加してください、はい、間違いない、はい、では次お願いします。はい、はい、で、具体的な予選の大会ルールですが、はい、先ほど紹介したウォーリアー、明治、レンジャー、クレリックの4ジョブ、うん、あとですね、この東海議室のダンジョンストライカースピードスター決定戦専用サーバーのクリアタイムのみカウントされますので、うん、あの今オープンしているサーバーの漆黒の塔そちらをクリアしてもあのカウントはされません、うん、はい、で、ゲーム専用サーバーに入るとですね、他のプレイヤーの方とかたくさんいるんですが、パーティーを組むことが基本禁止ですね、はい、ソロでチャレンジしてください、はい、あと支給されている装備、まあ、キャラクターが自動で作成されるんですが、そちらにあの、はい、装備が支給されてますので、でも装備の差は特になくお遊びいただけるということで、はい、そうですね、皆さん同じ公平なルールで条件でプレイできます、うん、はい、ですので、支給されている装備ルーン刻印とかジェムストーンというですね、強化は禁止、もともと支給されている装備もう完全最大限強化してあるんで、はい、する必要ないかなと思います、はい、あとアバターの着用は禁止ですね、はい、で復活はありません。復活はないらしいです。シビアなルールです、はい、なので死なないように。よろしいでしょうか、はい、決定戦専用サーバーのという話でしたけども、はい、既存のダンジョンの漆黒の塔ではその練習はそうですね、はい、配置とかはもちろん変わるんですよね、そちらはモンスター、ですね、あの若干本番サーバーだと漆黒の塔って3階層なんですけれど、うん、はい、あの専用サーバーだと2階層になるので、はい、あとはそれ以外のキャラの配置とか強さはほぼほぼ同じなので、はい、十分練習できると思いますので、じゃあマップの構造を覚えるということにはもういい練習には、はい、そうなんですね、ありがとうございます、はい、方向音痴の方とかは、ね、気をつけなければいけないですね。そうですね、はい、たくさん周回して道を覚えていただければ、そうそうそう、道を覚えて、はい、それがねタイムをこう短くするのにすごい使えるんじゃないかなと思います、はい、そのでふるってご練習、はい、ご参加ください。ぜひチャレンジしてみてください。次のパワポが、はい、で、続いて細かいルールですが、傭兵ペットなどサポートのキャラクターは禁止です、はい、でサーバー内でですね、ゼロゴールドで購入できる回復アイテム治癒ポーションがありますので、そちらを99個まで、持ち込み可能になっております、で、
あとですね、支給され名前変更権が支給されるんですが、キャラクターがですね、まあ、連番みたいな形になってますんで、まあ、それだと味気ないよっていう方はですね、お気に入りの名前を、大会参加の登録名みたいな感じですかね。はい、みんなめっちゃいい名前つけた方がいいですよ。これ8名に残った時のことを考えてつけましょう。そうですね、変な名前つけるとちょっと後悔するんで。あーとかね。実際のゲームプレイしてるキャラクターとは関係ないってことですよね、お名前は。そうですね、はい、その時のってことですよね。そうですね、はい、はい、であとですね、ジョブの変更スキル、継承スキル含む、組み替えは可能となります。うん、でこちらがですね、まあ、各プレイヤーさんの腕の見せ所とか、戦略です、そうですね、になりますので個性がすごく出てくる場所ですもんね。はい、あとですね、装備は事前に出場者に配布する装備のみ使用可能となります。はい、まあ、基本的にそれ以外の装備は出ないようにはなっているんですが、まあ、一応そういうルールになっておりますね。はい、あとゲームパッド、コントローラーですね、こちらの使用は可能となります。うん、ここ私すごく推したいポイントですね。うん、やっぱりこういうパソコンゲームって移動がキーボードの W と A と S と D というコマンドを使って移動するので、やっぱりちょっとハードルが高かったりして、ね、とっつきづらいと思っているユーザーの方多いと思うんですけど、こちらのゲームはゲームパッドをお使いいただけるんで、ゲームパッドで家でやってるプレステとかそういう普通の家庭用ハードと同じ感覚で遊べると思うんで。あー、なるほど、コンシューマーゲームみたいな風にもできちゃうってことなんですね。そうですね、モニターがパソコンになるだけでコンシューマーゲームに遊べるんで、ぜひそこでまずとっつきやすいん で、 そ, うです、ね、その入り口で入っていただきたいですね。おー、いいですね。じゃあ皆さん、自分がもうプレイしやすい環境をまず作っていただいて、チャレンジをいっぱいしていただければなと思います。はいはい、ではですね、いよいよゲームプレイに行きたいとは思うんですが、この岩下 P に予選クエストのマル秘攻略法を教えていただきます。しかしその前に1本見ていただきたい CM があります。こちらです。